公平にしろよって言ってもそんな世の中成り立たんので、だからな、はい、じゃあどうやって近づくかみたいな話ですよね。そうです、そこが重要だと思います。だからこれはもう、はい、ちょっと今日鼻声なんでごめんなさいね。大丈夫ですよ。はい、でいかがですか、愛ちゃん、最近のいろんな時局というか世の中というか、世の中なんか、結局また演じてるというか、演じてるっていう、なんか見たけど、いろいろとなんか見てますけど、常に、うん、なんだろうな、いろんなところに訪問しながらやってますけど、うん、まあ、正直何も変わって、あんまり変わってねえよなって感じですかね。なあ、でもいきなりねえ、はい、この間9月違ったっけ、はい、合格した、キッシーの、キッシーの、新しい政権、組閣は、9月の17日、いつやったっけ、今11月20日ぐらいでしょ、はい、辞任したり、あと何やったっけ、なんかいきなりのガタ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 やめますみたいな、はい、文書、まあ、そうそう、神田さん、はい、神田財務省の副大臣やな、副大臣ですね。はい、もう税金関係ですね。でも過去の話でしょって話なんですよね。過去にそう、はい、過去にその税金の、方で逮捕されてますね。固定資産税やったっけ、自社ビルの固定資産税。そうです、4度差し押さえを受けたことを国会で明らかにしましたと。4回差し押さえ食らってると、うん、で、あれはあのネタ出してきたのは文集よね、文集法よね、確かね。あ、はい、ですよね。でね、あの文集は皆さんご存知のように後ろアメリカ大使館やからな、あれ。うん、まあそういうことなんですよ。うん、もうええ、もう、うん、だからただね、まあまあまあ、それはなんていうかな、そのまあキッシーが、はい、やってんのか、キッシーがやらされてんのか、キッシーがはめられてんのか、その辺は分からんねんけど、はい、いずれにしてもこうやってね、その副大臣級とかそういうのがまあまあ続々とばらされていって辞任していくってことですよな。ただね、はい、財務省の副大臣でしょ、はい、ね、固定資産税滞納でしょ、はい、あるそんなこと。お前ら取り立てる方の親分やろみたいな、なんかね、気持ち悪いんですよね。いや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 、取り立てる側でしょうが、財務省っていうのは、うん、取り立てる側が逆に、要は国民民主を絞り上げる側でしょう、財務省っていうのは、はいはいはい、基本的に。お前滞納してどうすんのよ。いや、絞り上げる方が滞納されちゃってるから、結局俺らも払わんぞ、それやったら。本末転倒。それが道義よな、でもな、うん、まあね、本当はね、うん、うん、まあそうや、こんな感じでちょっと、いよいよ、もうあと今年も残すところ一月ちょっとっていうところで、はいですね、2024年に向けてなってるから、はいはい、日本の政治というかな、ここももうガラ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  音を立ててくるんでね、今の岸田政権って多分な、支持率って 24% とか 25% とか 27% ってそんなこと言ってるけど、はい、これ多分な、20% 割れてると思うんですよ、もう16%、ね、その程度の支持率だと思うんですよ、だから、はい、これ解散できないと思うんですよね、まあさせられるんかちょっと、解散できないですね。ただもう任期満了までいくんか、それから引き継ぎ下ろされるのかようわからんねんけど、ただ、はい、この岸田の次っておらんのですよ、もう、はいはいはい、後釜が。うん。要はあの人、慣れる人がいないってことですよね、要はね。いや違うよ、その準備してる、うん、準備してる首相がおらんってことですよ。あ、これだから最後の潰す係なんで、要は火の用心乗っちゃおったでしょ、笹川さん、協定の、はいはいはい、CIA の、うんうん、CIA の犬、犬って言ったら怒られるけど、犬、はい、ねえ、あれの笹川陽平さんやったっけ、はい、あれって最近出てきへんようになったけど、はい、あの人が結局笹川一族ですからね、これ首相選んできてるのは、首相出してるのはな、担ぎ上げてるのは、うん、だからもう次の、
なあおらんよなみたいな、森、森、麻生、阿部、岸田で終わりですね、終わりですね、はい。だからもうこれ次はないとは思うよ、このところ任期満了まで行くんか、それかまあね、首取られんのか、はい、ちょっとようわからんねんけど、はい、それかもう解散総選挙でひっくり返るか、はい、それようわからんけど、はい、聞けばもう見えてきたっていうのは明らかでしょ、これ。この何をやったって支持率も上がらんよ、これ。はい、その一方ですからね、はい、うん。もうどうにもこうにもならんような状態になってるんでね。で、じゃあ次がどっかが政権取ってやれるんかったら、野党がやれるんかったらそれもないし、みたいな話ですか、はい、うん。思いますよ。はい、まあ、あとはまあアメリカなんか順調にいってるでしょ、トランプすごいよな、毎回毎回の話じゃないけど人気がもう大人気また人気が復活どんどんしてましたよね、なんかね、今のね、なんか、うん、あ、ちょっとこの間あれやったな、イタリアが危なかったね、うん、イタリア国債がトリプル B マイナスかな、なんかもうジャンク債に近いところまで叩き込まれとった、うん、叩き込まれたっていうか、なんか格付け会社にちょっとええようにされとったけど、あれもメローニさんってあのほら女性の首相おるじゃないですか、はいはい、いますね、はい、あの人たくましいんですよ、すごいあの人侍みたいな人だからなもういよいよイタリアジャンク債かっていうとこやったけど、まあなんとかかんとか保ったよね、うん、あのなんていうかな、はい、イタリア国債はまあまだ大丈夫ですみたいな、うん、なんとかかんとか、なんていうかな、もう土俵際というかギリギリのところで耐えたって感じですよ、ね、ひっちゃりっていうかな、うん、なんとか持った保ったよね、イタリアはね、ここでね、イタリアもいよいよこれギリシャみたいになるのかみたいなところあったけどね、まあなんとかかんとか踏ん張りましたよ、うんうん、全部終わりかけてるよねみたいな、もう終わったよね、綺麗、ね、うん、に整理ついていってるのはな、まあだから日本ですよね、やっぱり、うん、日本ですね、うん、あの日本の大掃除が来年は始まるって感じ違う、うん、うん、いろんなとこからあっちゃこっちゃから崩されていくって感じになってくる、うん、まあでもあの前お話まっちゃんがされてたような状況に近くなってきてますよね、プロもね、もうすごいでしょ崩れ方、うん、うん、もう何やってるのかようわからんような組織いっぱい出てきたでしょ、だから結局中身すっからかん、結果を出してない人が多いですよね、政治家さんのね、なんかね、まあまあっていうより出せない仕組みになってるんですよね、うん、もうね、はい、結果出せないし、結局なんだろうな、それが できない状態に昔からなっちゃってるから、もうガチガチに固められちゃってるから、どんなになんだろう政権変えますよって言ったとしても無理なんでしょうねっていうのはありますよね、もう今の仕組みの状態はね、そう、それはまあ選挙制度もそうやしな、うん、だから昔からのあれですよね、政党政治、選挙制度もそうやし、政党政治っていう仕組みがそうやし、うん、だからなんていうかな、個人の議員が勝手に前出てきてバーってわーわーって何ていうかな、その政治を変えていくみたいなことも仕組み的に無理やしな、うん、まあ、今までイギリスアメリカに後ろで、イギリスアメリカ今やったらアメリカですよね、 CIA が、うん、米軍と CIA が後ろにおって動かされてるってことなんで、うん、言われてることだけやっとけっていうことやったからな、でこれ言われてることだけやっとけっていうのがおらんようになったわけですからね、うん、イギリスはイギリス帰ります、アメリカも帰りますってなっていくわけで、俺らどうしたらええのよみたいな、そういう話ですよね、政治も今、まあでもな、これやっぱり政治で国的なものをやっぱ動かすっていうか、ちょっとなんとか大胆に変えようことはもう大統領制とかな、そういうふうな形に持っていかんと無理よな、やっぱな、うん、まあ、昔からの、なんだろうな、歴史的な昔からの戦争を負けた時からの実力的がずっと続いちゃってるから、もうね、一層ここでチャラにするのは本当にね、本当にいいと思います、うん、もう本当、グレートリセットじゃないか、それを本当に感じますね。うん、でしょう、政治官僚見てて、霞が関とか、なあ、その、あの、ね。もうなあ、あの政治なんて官僚もせやけど何やいらねえやろっていう感じでしょ、あんな予算いっぱいおるけど何をやってんのかなって、うん、いや正直いらないですし、正直なんだろうな、今まあ世の中的に便利なねツールだったりとか便利な知識だったりとか、まあ、情報を手に入れる枠が昔に比べて倍2倍3倍あるじゃないですか、まあ情報の線引きはありますけど、でもまああるので正直一人当たりの生産性は上がってるはずだから、そんなにいらないだなって思ってますけどね、うん、あとは本来は AI とかこういう AI 的なものを活用すると生産性って上がるんですよね、本来。本当に上がると思ってるんですけど、全然その AI が逆に仕事取られるアホっていう、そんなことを言ってるアホが多いので、うん、
うん、残念なんですけどね。あの、まあ、いや、お前らが AI に近づいてやれよと思ってるの、そういうの、僕常に。どっちにしても、まあ、特に役所なんか、大企業とか役者なんか、そうやけど、どうでもいい仕事やってるじゃん、別にも。そう、人間が AI に近づいてあげれば、絶対生産性もっと上がるし、正直、今10人いる人が3人で十分になるんですよ。うん、いらないのよ、そんなで。なんだろう、変に命令系統とかそういった無駄なことをしなくってもできるようになるのに、まだ今に昔の命令系統やってるからもう生産性が下がるんですよ。バイちゃんから来てたのはこれ、はい、あのね、すごい、あのまっちゃんは帝王学学んでるっておっしゃってるじゃないですか。公平性、そうです、公平性、要は公に平らってことですね。そうですね、公平性を維持するのは難しい。公平性をどう認識するして生きていくのか、うん、公平性と平等性の違い。だからね、公平ってつまり公にえみんな同じよねみたいな感じでしょ。こうっていうよりは、うん、例えば経済的とか物質的なものの話でいくと、はい、赤ちゃんで生まれた時ってそんな物質的なものとかお金とかマネーとか持って生まれてくる？持ってないです。はい、何もないよね。はい、ないです、何もなく生まれてくるね、裸で。はい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 、着てるものもないよね。はい、物質的なものないよね、何も。ない、何もないですね。はい、で死ぬときは何もない、まあ。ないよね。ないですね。はい、ということは、どういうこと？もう、みんな同じ状態ですね。いや、つながりますけど。努力でなんとかなるもの、いや運もありますよね。運、環境もあるし、状況もあるし、誰のもとに生まれたのもあるとは思うんですけど、いろんな因果関係は、いろんな因果関係は、まずは誰のもとに生まれたっていうところから始まるんちゃうかな。まあ、それはそうですね。確かにそうですね。要は、努力すればとか、運がとか言われても、ねえみたいな。まあ、そうだね、確かに。いや、大体だからどこに生まれ、誰のもとに生まれて、どういうとこ、どういう環境に生まれたかってだいぶ違うと思うんですよ、もうここですでに。まあ、一番最初の決定は何もできないですからね、僕らにはね、はい、うん。これはもう運命としか言いようがないよな、大体が。大体運命ですね。あそこに生まれようって選んで生まれてきてんのか。はい、そうじゃないんかよう分からんけど、そのまあそういうような話で物質的なものとか経済的なものの話の基準の中でいくと、もうそこですでに決まってると思うんですよ、もうすでに、はいはいはい、決まってるというよりはもうアドバンテージが圧倒的に違うと思うんですよね、もうそこで開いてるわな、はいはい、もう大体、うん、だからその要はその経済的に豊かとか物質的に豊かとかそういうこともあるけど、それとあと教育的なもんですよね。教育的なもんで、ね、環境的なもんですよね。もう例えばその学ぶっていうとか、なんていうかな、その人の生き方を左右する考え方的なもんとか、そういうこともやっぱりその環境ですよね、親の教育だったりとか。もうそこですでに差が開いてるわな、もうやっぱりどうやったって、うん、まあ親は選べませんですからね、はい、うんうん、ここはいかんともしがたいんじゃないですかね。でも何もできないっていう状態、まあ、なるほど、おそらくな、うん、そういう要は生きていく中ではもう親の方は何も変えられることはできないってことね。いやだから結局その要はじゃあそういう恵まれたというかな、うん、そういう家庭に育った生まれた育ったっていうのはもうそこで、うん、なんていうかな、その自分が頑張って努力してどうにかする以前にその、うん、もう要は何か仕事的なもんとか何ていうかな努力、経済的なもの、努力を頑張って対価を得るってことですよね、商売やるとか働くとか。そうね、うん、でもそういうところの家庭に生まれ、なんていうかな、元肌からそのアドバンテージのある家庭に生まれてるってことは対価というよりはもうもらってるってことでしょ、無料で。無料でね、はい、そうです、無料で漏れなくついてきてますみたいなやつ、まあ、何も努力しなくても手に入れてるって無料特典みたいなもんですよね。漏れなくついてきてますって言うよ。でもでこれが再配分できないっていうかな、2代、うん、2代3代ずっと地主は地主で続いていくっていうのがちょっと問題よねっていうことですよね。まあ、そういうことですよね、はい、これが税でちょっと平らにしましょうみたいな話だよね、はいはい、でもそれがなかなかそんな相続税もやったりいろんなことすんねんけど、まあなかなか平らにならないわねっていうね、はい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 、そういうことでしょ、はい、うん、でね
まあ、あとそのこの無料で富を受け継ぐ、まあ、贈与ですわな、相続ですよね、はい、もらうっていうことですわな、はい、親とかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、先祖代々のものを、うん、でこれがなけりゃじゃあ頑張って対価を仕事して対価を得るしかないんかって言われたら、うん、意外と今の時代ってそこでもなってきたんちゃうの、クラウドファンディングとかいろんなことに行くんで、うん、どうなんやろ、投げ銭的なもんとか、まあ、投げ銭的なものとか応援をしてもらえる環境であれば、はい、やればいい魅力的なものだったら応援をしてくれるってのは、あの人好きだからとか、そうです、まあ、結局その本人を応援をしたいという人に対してみんな支援をするのはございますね、はい、だからその人の勢いですよね、勢い、ね、的なもんに投げ銭するみたいな、そうですね、まあ、これは銀行から借りて利息払って返済するとかそういう話じゃなしに、いわゆる贈与ですよね、これ、はい、そうですね、一緒やな、はい、一緒ですね、はい、公平性じゃないという世の中が現実問題あるじゃないですか。じゃあ、僕は要はさっき言ってたまっちゃんがね言って僕もやっと整理してきてるんですけど、生まれた家庭 と、死ぬ家庭は結局平等のままなんだけど、その中では生きていく中では、まあ、物質的なものだけどこの格差は生まれるじゃないですか。でも実際は、まあ、公平性というかその誰もが同一に、生きれるとは僕は思っていますと。でもその差ができてしまうので、その中でどういった思考で生きていった方がいいのかとか、どういう姿勢でなんだろうなやっていけばこう防げるかっていうのを話したいんですよ。で、ああそういう意味か。そういう意味です。で、それは埋める方法というか埋めましょうみたいな。マスに対してね。そう。で、僕が思うのはよくまっちゃんが話してるようななんだろうな。気持ちの問題、環境の問題っていうのは、まあ、その通りなんです。それは毎回このチャンネルでも言ってるじゃないですか。でも違った要素でもまだあるのかなと僕も思っていて、まあ要は、まあ、それが帝王学につながるとは僕思ってるんですよ、最終的にはね、原理原則のところに入ってくると思うんですけど、それを、まあ、帝王学にちょっとつながる、まあ、帝王学までちょっと中身熱いものではないんですけど、熱いものではないんだけど、その帝王学っぽいものをに近いようなところまで持っていけばいいかなって今日は思ってます、うん、まあそもそもそういう話でいくと全くそもそも全部が公平なんてことはもうありえないしありえもせえへんし、うんうんうん、だから社会主義共産主義の世の中であってもそれはありえないと思うんですよ、やっぱどうやって、うんなるほどね、例えば食べ物を作るとか食べ物を取ってくるとか、はいはいはい、まあまああるでしょ、あるね、並みにでもそれは生まれてくると思うんですよ、どうやってこれが、はいはい、たくさん生産する人とちょっとしか生産するしできない人っていうのが出てくる、ね、まあ、それは差は出てきますよね、うん、もちろんもちろん、これがじゃあみんなが一緒くたになって全部一緒にしましょうってなったら多分みんな寝てると思うな、もう、まあもちろんもちろん、これ差がありますね、うん、だから世の中はそれじゃ回らんし、なんていうか回らんというよりはその、うん、生鮮進化発展していけないいかないですよ多分、うん、まあ、美味しい食べ物もできないと思うんですよね、うん、だから例えば、うん、じゃがいもの品種改良とかどんな果物の品種改良であってもそういうこともできないと思うんですよ、うん、もう古代のまんまみたいな、逆にその公園さがないからできるってことなんですかね、いやそれはそうでしょうよ、うん、やっぱり、なるほど、これはその資本主義とか共産社会主義とかそういうレベルの話じゃないと思うんですよ ね、だから例えばそのトマトみたいなやつあるじゃないですか、うん、あれだって本当の原型たどればなんかその辺に生えてるただのなんか木の実みたいなもんだってね、うん、あれをああいう美味しいもんっていうか甘いもんっていうかな、あれあそこまでのもんに育て上げたのはやっぱり人間の知恵ってことなんで、だからそれはもう全部が全部そのこう だって自然界もそうでしょ、動物の世界、動物の世界でも確かに公平なんてありえないよ、うん、ありえないでしょ、強者もいれば弱者もいろいろあって、それはそれで生存環境が成り立ってたそのではあるからね、だからそう動物も人もそうなの、食べるっていう前提がある限りはそれは無理ですよ、そもそも成り立たないですよ、うん、そういう原理は、うんうん、でね、じゃあそれどう近づけるのかみたいな話よな、そういうことです、そういうことです、いやそういうことをなんだ、歌ってる人も多いじゃないですか、歌ってるけど結局歌うだけであって公衛生にするべきですよって言ってる人も中には言ったりとか、そういうのを議論する人もいると思うんですけど、なんか僕うさんくさいと思ってて、なんか違うよねって
ていう風な価値観もあるけどね。うん、あの公平にしましょうって言ったって、うん、その価値観とか、その学問、うん、学問というか学び的なもんを同レベルというかな、うん、同じようなレベルのところの人じゃないと、うん、その公平な感じってないよ、そらだってその輪の中では、まあ、輪の中ではそうです。それはもう全然例えば学ぶ的なもんあるじゃないですか、勉強するとか、うん、哲学にしても何にしてもな、うんうん、でそういう学んでる人と学んでない人と一緒くたにしてそこで公平な場を作ろうなんて、それは無理です。ただ基本的な、例えばその中ですごく感じるのがスペック、いわゆる僕言うと生意気ですけどスペックっていう言葉使っちゃいますけど、例えば能力だったり能力値、スペック、じゃあその全員が公平になるんだったらどのぐらいまでのスペック値があればそうなるのかどうか、まあ、まず前提に、例えば先ほどまっちゃんが言ったように、で先ほどまっちゃんが言ったように勉強、うん、勉強してある程度知識ないと、まあ、その知識の中に入って話せないじゃないですか。それはまあ話しても、できないんで、それは大前提あると思うんですよ。でそれ以外に何かあったりします。例えばその知識なのは分かりますよ、ね、さっき言ったように知識ないとその場に入れないから同じく議論できませんよ、だから勉強しろってのはその通りじゃないですか。だから他に何かあったりします、逆にマッチの中で。いやいや、だから知識的なもんが、うんうん、的なものの格差やと思うんですよ。俺これ言ってる話っていうのは元の根源は。ああ、なるほどね。はいはい、はい、うん。それはね、確かにその生まれた時にもうそのなんていうかな、うん、もうそのね、ある程度そういう裕福なとこっていうのはもう無料で漏れなくついてくるっていう形になってるんで、そこでは多分違う、実績的現実的に違うところもある。まあスタートラインは違うと思いますよ、うん、ただね、じゃあその世の中がそれを公平してくれるとかしてくれないっていうのはもうないんで、これはもう話置いとく、うん、ありえないから、そんなありえないね、はいはい、じゃあ自分でそこへ行かなあかんわけで、それは公平というよりはそのなんていうかな、はい、あのね、あの言い方悪いけど、はいはい、自分で、うん、公平に人と付き合っていきたいみたいなやつとかな、公平性の話をこういうところ現場でも今してるけど、はいはいはい、これある意味、うん、ある意味ね、はい、豊かな人ですよ、そんなこと話できるの。なるほどね。逆にそうじゃない人から見たらそんなこと言われてもみたいな話になってくるんだよ。あー、なるほどね、はい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 、ひがみとか妬みとかその程度の話になってくる、そっちの側から見ると。なるほどね、はいはい、はい、公平にしろよって言ってもそんな世の中成り立たんので、だからな、はい、じゃあどうやって近づくかみたいな話ですよね。そうです、そこは重要だと思います。だからこれはもう知識の差ですよ、やっぱり、うん、物質的なものが後ですよ。やっぱりとにかく勉強しろってことなんですよね。いやいや、例えばね、うん、はいはい、その例えばね、はい、俗っぽい話で簡単に言うと、はい、そのアドバンテージがあるとかないとかいう物質的なものどけて考えると、一応公平っていうか平等に分配されてるのは時間でしょ。時間ですね、24時間。そう考えても24時間、人は24時間、まあ、睡眠時間、そういうことですよね。まあ、そうです、まあ、それは私は48時間ありますという考え方はできるやろうけど、はいはいはい、一応今の世の中の基準としては24時間よね。24時間ですね、はい、ですよね。平等に24時間、はい、そういうことでしょ、ね、はい、だそのじゃあそこをどうするかっていう話になるしかない。毎日時間をどうやって生きるかですよね。なるほどね、それしかないでしょ、うん、だって、うんうんうん、でじゃあこれをどう使うかって言ったらやっぱ知識必要になってくるでしょ。まあ時間の使い方ですよね、確かに。いやいや、単純にね、今日はちょっともうあの精神的な話は後にして、はい、ちょっと今日は物質経済的な話でいくで分かりにくいと思うんでな。ああ、ありがとうございます、はい、これでいくとな、はい、例えば働くっていうか労働というか対価を得るっていう、はい、マネーですわな、マネー、対価を得るっていう方法ですよね。はいはいはい、でこれまずは労働ですわな。労働ですね、畑耕したり、はい、魚取ってきたり、はい、なんか工場で働いたり、はい、何でかにあるやん、はい、役所の人間で、はい、はい、要は時間給で働くとか給料で働く、これが労働ですわ、まず一つですわな、はいはい、うん、そうですよね。そうです、うん、で次はこれ労働っていうのは誰か、その要は、水揚げから給料をもらうっていう形ですわな、はい、自分の切り、はい、
でその次と、はい、この自営業者っていうのがあるかな、はい、自営業者っておるよね。ありますね、あります。でこれ自営業者っていうのはその誰かから、親分がおった親分から給料分配されるっていう形じゃないよね。自分で労働して自分で労働して自分に分配するみたいな。そうですね、はい、これも商人ですよね、はい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 、そういうことですよね、うん。でこれが今度会社的なものになるとしますよね、はい。こんな今度ビジネスオーナーみたいなものがおるわけですよ。思いますね、はい。いいですかね、うん、自分が一人で自分ですよ、自分一人が働くんやったら一人で生産する、要は畑にあるでも工場でも何でもいいですよ、自分一人がやる生産はこれだけの能力しかないんで、はい、100人ぐらい呼んで100人の人に働いてもらいましょうみたいな、はいはいはい、これがオーナーですわな、ビジネスオーナーですね、はい、うん。で今の資本主義社会っていうのは、まあ、もう一個あるんですよ。今度は要は投資する人ですよ。あ、はいはいはい、これいわゆる株主です。株主、はい、うん、やんのやんの会社に言う人な、はい、もっと売上げ上げろ、もっと水揚げこっちに言う人な、はい、これが投資家ですよ、はい、この4構造ぐらいで成り立ってるんですよ大体、はいはい。じゃあその公平性とかうんぬんかんぬんという話はなしに、自分がどこに身を置くかみたいな、どういうふうにしていくかみたいな話、はい、これが時間の使い方っていうことですか。まあ、そうですね、はい、これも理解できへんかったら全部分からん。確かにその仕組みが分かんなかったら理解しようないでしょ。そんなそうないですね、確かにね、はいはい、そうでしょ、うんうん、じゃあどれが、じゃあこの24時間の使い方の中でね、はい、これどれか一つっていう話じゃないんですよ。この中の2パターン自分はやりますとかあるわけ。2パターンですか。例えば自分は労働もすると、はいはい、労働ね、この人間、さっき言った2番目の商人、事業主ですよね、はいはいはい、いいですか。事業主として汗水張ったたらして人様に喜んでもらって対価を得るという仕事、愛ちゃんみたいなな、はいはい、自業をしながら投資家になることもできる、はい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 、あるいはビジネスオーナーになる、ビジネスオーナーっていうわけで、うん、で投資プレイヤーがそうですね、うん、俺が言ってる投資っていうのはその株価って上がった下がったとかな、上場してる会社の上がったか下がったとか、あれ投資違うからな、まあ、あれはギャンブルでしょ、どっちかっていうと。ギャンブルというか、まあ分かりづらいと投機ですよ。投機か、うん、ね、要は上がった下がった、売り売って儲けた、下がった儲けて下がった、売って上がって儲けて下がって損したとかな、そういう話なんだ。あ、博打ですか。あれは投機って言うんですよな、ね、で投資って何なんって言ったら、もっとスパンの長い話ですよ、うん、要は資本を投下してそこで生産性を上げるってことですからね、うん、不動産ってそっちだよね、だっけ。まあ不動産は事業なんですよね。だから事業か、はいはいはい、だからその商人として自分で事業をしながら不動産っていうのがあった、これ2つやってるわけでしょ結局、はいはい、そうですね、うん。だからそういう時間、24時間を48時間とか72時間にする仕組みですよ結局は。うーん、大の時間ね、うん、はい、そういうことでしょ言ってんのは。そうですね、例えばね、うん、例えば時給10ドルとしようや、時給10ドル、はい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 、例えば簡単に言うと、はいはい、だから時給10ドルで24時間しか寝ませんって言って20時間働いたって200ドルでしょ。200ドルですね、そうです、そうです、200ドルでしょ、はいはい、でもこれどこまでやったって24時間やっても240ドルなんですよ、はい、ほんだらあとはこの時給を倍にしようかって言ったら、それは世の中とかインフレとか世の中の経済的な流れでそれ時間をかけたらなるやろうけど、そうなったら物価も上がってるから一緒なんですよ結局は、はいはいはい、でしょ。じゃあこのその同じ24時間の中で時給10ドルを、同じ時間の中で時給あと100ドル追加すると、はいはい、どっから追加させようかみたいな話ってあるじゃないですか。うん、そういう理屈で考えると何もわからない話。根本的にそうね。いや、あれ、ね、ちょっと質問戻しますけど、うん、なんだろう、何もね、例えばね、うん、これ本当にマスに向けて今日言っちゃいますけど、この動画見てる人も、まあ、それなりに意識持ってる人もいるんですけど、それ以外にも悩んでる人も見てるじゃないですか。うん、で、中には、まあ、お金が稼げないとか、稼げるとかっていうのもいろいろとあると思うんですけど、まあ、いろいろと悩みがあって見る方が多いと。で、その場合に、じゃあ少しでも、なんだろうな、まっちゃんが言ってる富裕層って言われてるところの方に近づくためには、まあ、勉強以外に何かをする方法ってあるんですか。まあ、でもまずは
仕組みを知ってないといかんよね、学んで仕組みを知る、ね、例えば時間の使い方の概念もまずそうですよね。その他にもいろいろあるわね。でもやっぱ行動して動いてでやっていかんと出会いもなければ、その物質的なものとも出会わんし、いろんな意味合いで、まあ、だからそれ行動なんねんけど、結局はでもそのもう根本的なところの仕組みを分からんかった。仕組みってまっちゃんとかもそうですけど、どこで学んだんですか？いや、自分で考えるところから学ばなあかんでしょ。例えば、なるほどね、さっき言った話ですよ。1日24時間をどうやって、その1時間、今時間10ドルをどうやって200ドル、200ドル、300ドルにするかっていう話ですよ。そういうことでしょ。そういうことですね。はいはいはい。いや、そういうことじゃないですか。だから、じゃあお医者さんだったら時給300ドルいけるわねって言っても、多分そこで天井じゃないですか、現実問題。現実問題、そうだね。そうですね。そういうことでしょ。はい。例えば、悩みっていうのは、そのお金が稼げないとかさ、うまく、なんだろう。結局、経済的な話でええねんな。だから物質的、そう、物質的な話でいいです。それが一番、マスには刺さるんで。はい、物質経済の話でええねんね。そう俗の話でな。そっちの方でいいです。でも悩み言ってもう一回何？だからお金、単純にお金が稼ぎませんって話。だから要はお金が稼げる人と稼いでない人がいます。平等じゃないよねっていうことも言ってくるやつも今 YouTube 検索とか。いや。だからね、まずもうはっきり言うわ。じゃあもうもっと分かりやすいと、結局その要は経済的に豊か云々かんぬんの話でいくんだったらね、事業をやらなくまずどうしようもないわけでしょ。最初の引っかかりはもうこれ。そうね、それはね、ちょっと今日はもうなんかもう投げやりみたいな話でよ。おもろないからあんまりこういうの、まあ、あんまり今っちゃ好きじゃないから。だから会社員役人でおって、その通お金がどうやこうや言われても、そのどうにもならんでしょうよ。それもうそもそもがそんな、さっき言った話じゃないですか、時間給とか月給とかで、その時間の時間イコール時間で制約がある限りは無理ですよ。まずは事業せなあかんですよ、どっちにしても商人にならんと。はいはい、始めるとどうにもならんよ。はいはい、でしょ。ええですか。ええ、でこの商人ですわな、事業ですよね。はい、で事業をやると、その事業をうまくいくというか、事業で、はい、経済的に豊かになるみたいな、どうするのって言ったら、人様に喜んでもらうことですよ、まずは。で人一倍働くことですよ。そこは24時間っていう時間のさっき言った分が巻き戻しになる感じですよ。だからはっきり言って、事業主とか商人って時給100円とか200円やからな、場合によっちゃ。まあ、それはそうですね。そうですね。そこの換算の概念がないわけですよ。そうですね。雇われてる人とか、会社員的な人は時給1500円とか1000円とか言ってるけど、その脳みそでおるから永遠に豊かにはなれんよ、それ。でも逆に事業主になったら、時給100円、200円でやらなあかん局面がいっぱいあるわけでしょ。ありますね。頭の中がそこに再三いってないでしょ。時給とかどうでもいい、成果物のものになってますね、なかなか。でしょ、はい、だからその成果物一つ売るには、もう時給50円の時もあるわけでしょ。まあ、それをなるべくその生産性を高めるために、時間を大事にして過ごすっていうのは、僕らのやってることですけど。はい、そうでしょ。でもその お客さんに喜んでもらえる商品が出来上がった時には、時給がいきなり5万円、はい、6万円だったりするわけでしょ。だから価値提供するだけで、これもある意味投資じゃないですか、自分への、投資ですね、でしょ、で今度事業をやるっていうことは、ある程度その、なんていうかな、その通貨マネーの必要のないような、投資が必要のないような事業だったらいいけど、ある程度その何かを作るとか、はい、何かサービスをするとか、やっぱり投資せなあかんわけでしょう。そうですね。だから銀行からお金借りなあかんわけでしょ。ありますね。ほんだら大体マネーの仕組みって学ばない仕方ないようになるんですよ。はい。そもそもマネーって何やっていう話になってくるのあかんでしょ。はい。まあ、なんか稼いでるって頑張ってても、本当に何だろう、低単価の金額を大量に作ってやってる人もいますけどね。それで。まあそれはそれで、その人が好きでやってるんで、それはそれでいいんやけども。だからそれがじゃあずっと続くんかって言われたら、いやでも安泰して稼いでる人は本当に、なんかまずは10万以上の価格帯のやつをってやってるんですよ。まあ特にこれからの時代っていうのは、もうその平成の30年間っていうのがデフレの時代やったわけですからね。デフレ、その要は低金利、要はゼロ金利ですよ。
要は金引っ張ってきても金利が限りなくゼロに近い金利で借りれるわけですから、はい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 、要は大量に金引っ張ってきて大量に安いものを作りゃ売れたわけです、うん、それで良かったわけよ、金利が低いから。ただこれから金利は上がるし物価も上がる時代なんだねこれ、はいはいはい、うん、そんな金利に負けるような利益率のもん売っとったらあかんわけでしょ。やっぱあかんそれはあかん。例えば金利が 3% やったらやっぱりね、5%6% の利益出せんから無理でしょ、うん、これ無理ですこれが金利がゼロやったら別に 2%3% の利益でもよかったから金ぐるぐる回して安物やっとったわけでしょ。100均とか、はいはいはい、100均も持たんと思うよこれから。こんなうん、もったない、ね、100均が持たんというより100均に納入してる人らが持たないですよ、ヒーヒー言って。まあいいです、ね、安い単価だとヒーヒー言ってね、まあ、そこから自動的にキャッシュが生まれる仕組みだったらいいですけどね。納品でそれを使ってもらった時点でなんだろう、どんどんだからなんだろうな、うん、無理やですね。ひいひい言いますね、確かに、うん、無理だな。まあだから端的に言うとその事業をまずするせなどうしようもないよね。まあそれはない、だから大前提事業はすること、それはもうそれがなかったもん、まず、うん、それはあの例えば公演するためにも、まあ、サラリーマンで声でってなったら独立してそれを定義立たせることが第一ステップであって、第二ステップはじゃあその独立の中で、まあ、いわゆる高単価だってトゲがあるような商品を作ってやった方がいいっていうような単価ですよね。だ会社員でおったらそういう頭の構造にならないんですよ、うん、なんかも言うけど、これさっきも言ったけども言ってましたね、うん、いくらもらうかとかな、だね、給料いくらもらうかっていう発想なのでしょ、うん、っていうことは例えば月給1ヶ月の給料が30万円でも40万円でもええんやけどな、50万円でも、うん、結局そのもらってる給料分しか頭使わんし働かんってこともあるんですよ、うん、これ分かるでしょ言ってる意味、言ってることわかりますよ。あいちゃん例えば会社員やってね、あなた30万円の月給もらっとって200万円利益出るほど仕事しますかっていう話になるわけよ。ああそうですね、確かに分かるでしょ、分かる。だからこうなってしまうと自分の力を全部出し切れてないんですよ、もう、うん、変ななんかこう何て言うかなくれ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 あのギブアンドテイクばっかりしてる場合ですね、誰かね。そうなるでしょ、力出せないわけよ、はい、でまあ事業をやって事業をなんとか軌道に乗せるとね、はい、でお金マネを回さなあかんような、ね、仕組みが勉強せなあかんじゃないですか、はい、で事業をねうまくいって事業をうまくいかせて事業さえ回ってれば今度ね、その次は今度、借り入れたマネーで、はい、借り入れた通貨を使って投資っていうことを考えていかないといけないから、はいはい、さっき言ったようにその自分はその商人として事業をやってるけども、それの同じ時間を別にその投下した資本がまた資本マネーを生んでくれるっていう仕組みを同時に、どんどん増やがるってこと。だからこれがいう会社がやる副業ってことですよ。うん、人間って副業するあるでしょ。よう言うでしょ最近。働きながら何かの副業してますとかな。あります。会社も事業所も同じなんですよ。うん、だからようあるでしょ、あのほら なんかこう会社。そこそこの会社でも不動産持ってますみたいな。ああ、それよくあることです。ありますあれと同じことですよ。副業やってるってことですよ。分かりやすい。はい、はい、うん。要は資本をそこに置いてる、投下してるってことですよ。うん。変化されてるってことですね。資産にもなるし。で、キャッシュフローも無視、うん。同じ時間の中で2つ掛け持ちしてるみたいな。うん。だからこの3つ目掛け持ちもええわけですよ。また次のその事業を1つ組み、例えば、はい、例えば美容室ちょっと作るとかな、はいはい、で働いてもらうとかな、それが何店舗が増えていくとか、はい、いろんなことがあるわけでしょ、はい、ありますね。まずは事業や自分で事業をまず取っかかり始めるとどうしようもないよ、うん、そんで利益が出たその内容を見て銀行がまた金貸してくれるわけですからね、はいはい、でそれを次のところに資本投下していくっていう、はいはい、その順繰りの作業ってことですよ。言ってることだから地味なことよ、一攫千金なんかないからな、うん、はっきり言って地味に積み上げていってるだけなんでね、今年はね、はい、これみたいな、うんはい、そういう話です、うん、はい。いやでも実際そのこうだから要は公平性っていう部分だとしたら、結局はそのなんだろう、お金を稼い、まあ分かりやすく言えばお金を稼いでる人だったら、お金を稼いでる人と同じ要は、世界というか、ところに踏み出さないといけないっていうのが結論でになるってことですよね。結局あなたはこうだして
公平ではない、公平じゃないってことはその定理に行ってないっていうのが一番大きいってことですね。いやそりゃそうでしょう、うん、やっぱり、うん、だって会話成り立たないよ、思考が違うんやから、うんうんうん、頭の中の思考が、ね、成り立つ、いや無理だとは思いますが、言われてる確かにそうだなって、僕もそっち側のもうなんだっけ、事業を作っちゃってる人間だから、まあ、忘れかけてましたけど、まあ、確かに言われてるからそうだよなと思う。でもこれが当たり前になって、この会話が当たり前になっちゃったらあれなんですけど、どう、それは事業主というか会社の社長様、会社の社長さん同士で付き合うし、やっぱりだからそういう思考になってきたんですけど、いろいろとマスの状態とか情報とかね、いろんなものを検索してテーマとか探してると、あまりにもそれが多すぎたので、そう来たんですが、確かに思い出してきましたやっと、まあだから、うん、今のね、どこまで、まあ限りなく平等公平っていうのは時間なんですよ、何度も言いますけど、これは唯一なんですよ、うん、これをどういうふうにするかっていう考え感覚を持ってる人と持ってない人とはもう話合わないんですよ、うん、なるほどね、要は、人はっていうことは経営者と雇われてる人は合わないよ、どうやってこれ結局ではミスマッチング起こるってなかなかよくよ、ミスマッチング起こるって、ね、立場が違うんでしょ、それは今分かりやってるのは地主と小作って話ですからね、確かにね、うん、交わるとこはないよ、ないよね、ないよ、ただ共通のその作業、共通の何て言うかな、その共同体としてこういうふうにありたいとか、こういうふうにしたいとか、うん、こういうふうに生きていきたいみたいなことあったとしてもよ、うん、現実問題は違いますよ、そら違いますね、まあやっぱり時間っていうところはね、似てる視野が違うでしょ、うん、地主っていうのは自分の畑全部を見てるわけですから、まあ、全部見て自分 で小作人っていうのは目の前のこの掘ったりクワでこうやったり、こう目の前見てるわけですよ、はいはいはい、わかります、全然見てるところが違うんですよ、だから、はいはい、だその地主さんがその畑を10個も20個も30個も持っとったら見てる視野もっと違うわけでしょ、今度、うんうん、全体見なあかんから、うん、そうでしょ、そうですね、クワ持ってこう耕してる人と見てる視野がまるっきり違うからな、これまるっきり違う、どうやったって噛み合わないの、そら噛み合わない、そこはね、そうだね、今日は超俗っぽいから怒られるかも分からんけど、いや、あの俗いつ言うと YouTube はもう俗っぽいんですってあの本当にだって何て言ってるか、宇宙とか言っても分かんないとは分かんないじゃないですか、まっちゃん今日はちょっときついこと言うよねみたいな、そんなことないよ、これ現実じゃないですか、言ってるだけやろな、うん、現実の話を言ってるので、その現実なことを知った上で宇宙とか不安、まあ哲学とかそっちの方に行くじゃないですか、僕だってまあだからな、こういう裏があって、はい、話はとしてはそのね、そのまあなんか今日も全然変な話になってるけど、はいはいはい、そもそもその公平平等っていうのはなかなか難しい話ですよ、けどね、一言言うけど、うんうんいろんな言い方できるけど、はい、それはないよ、はっきり言って、これもう人間みんなそれぞれ違うんと一緒でな、顔の作りも違う、背の高さも違うし、体の作りも違うんで、もうそれと一緒でやっぱ経済的であったり生き方的な、結局は生き方的なもんとかそういうもん違うわけなんでね、ただもう一回言うけども、その平等というか公平に分配されてるのは時間というのは間違いないんですよ、これだ、これの使い方に限りますよ、やっぱり、うん、タイムイズマネーじゃないけどな、タイムイズマネーみたいな人っていうのはどっちかやったらその時間でいくら稼ぐかみたいな人もいるけど、そりゃきりがない話なんで、やっぱ、うん、それ限界があるし、やっぱ、うん、どうやったってな、うんうん、相場っていうのも世の中にもあったりするしな、うん、だからやっぱり資本をどこへ投下していくかっていうことですよ、やっぱり次の新しい時代になろうが、やっぱ、まあ、まあ変わらんので、それはまあマネー的なものの権威っていうのは落ちていくやろうけど、そんなにその価値の中心にはならんと思うけど、それでも人間が絶対必要な衣食住みたいなやつ、まあ、衣食住医療とかな、うん、そういうところはもう絶対に必要なんだね、今後も、うん、そういうところに資本を投下して、どういう風ななんかな、自分の24時間の中でその経済的に豊かになるようにこう組み上げるか組み立てるかみたいな話ですよ、
ちゃうかな、どうやろ、うんうん、いやでも本当にあの求めてた答えですよそれしか方法ないでしょ、うん、それをみんな知りたがってるんだと思うよ。だから結局そのやり方をはっきり発言できてる人ってなかなかいないから、やっぱり、うん、それを言語、うん、それを言語化して正直 YouTube でも発信してる人っているけど、あのそこまでなんか全然してる人っていないので、うん、逆にそういう風なその資本を投下して、はい、その資本を投下してキャッシュフローを生むやり方みたいなことをやっていくと、意外とな、その自分がやってた事業とかあるじゃない、あるとするやんか、はい、事業とかな、それを追い越してしまうんですよ、 いずれ結構。おー、いいですね、はい、いや結構追い越えるんですよ。あのな、よくこういう話ってあるんですよ、あ、まあ、これからの時代はちょっとどうなんか、まあまあそれもな、あのな、結局労働生産性よりも資本が生産する力の方がやっぱ強いんですよ、はいはいはい、あの資本が資本を生むし、あ、はいはいはい、それは疑うところがありますね。その方がやっぱりね、ペースは早いんですよ、はいはいはい、ペースが早いというか大きくなり具合が早いみたいな、それはそうなるんですよ、結局はその資本自体も銀行から見るとまた資産になるんで、うん、でそこへまた貸し借り銀行マネー貸すみたいな話になってるんだな、はいはい、まあ、言い方悪いけどちょっと雪だるま式みたいな本当に言い方悪いですね、確かに。そういう言い方しかできへんいやでも悪いけどそれが銀行だからしょうがないね。まあこれもバランス見とかんと、やっぱ借金は借金なんでね、そうそうね、そうね、借金みたいな金利であったりとか、まあ不動産っていうのも事業なんでね、はい、その要は、はい、バランスを見とかんと、はい、借金の返済比率とかバランスを見とかんと、一歩狂うとやっぱりね、その資産を手放さなあかんっていうことになってしまうんで、はいはい、まあ、本末転倒になるから、はいはい、無理のない範疇でね、うん、とは思うよまあそんな、まあ本業の事業をさえ立ち上げてしっかり利益さえ出るような商売をやれば次はそうなっていくよ。でもその次が大事よね、いつまでも同じ商売ラットレースでやってるわけにはいかんの、いかないから、そう、新しいことどんどん取り組まないといけないじゃないですか、その時に失敗もするし、うん、何回も失敗転落もしていくし、だからその中で成長していかないといけないからっていうのはあるんですけどね。ただあの今日すごく分かったのは、その公平性っていうのは唯一公平なのは要は時間っていうことよね。それだけはじゃネットを言って、時間をどう使うかっていうのは、まあ、今後、まあ、YouTube では発信していくけど、それ以上上のものに関しては有料チャンネルで話しましょうの方が綺麗だと思います、はい、まあ簡単ですよ、その、はい、同じみんなの公平に持ってる同じ時間の中でどうやって資本がマネーを生んでくれる、どう時間の使い方、1時間の時間の中に何をやる、1時間っていうたった1時間の時間の中で何をするかっていうのが我々大事なわけだからってことですね、うん、そうそう、その時間をちゃんと意識しないと、まあ、ダメだよね、うん、それもどの根本よ、やっぱそうね、意外と根本やねんけど意識してない人多いよな、そうどうこれ、これは僕も意識してなかったって、やっぱり未だに意識忘れちゃいます、やっぱりあのやっていく中で忘れていくっていう、ちょっと来週ちょっと今度時間についての哲学についてちょっと話していきたいと思いますけど、あの意外とみんな忘れると思います、成功するほどうまくいってるというほど、ね、資本を投下してその不労所得っていうかな、はい、まあ自分はそんなに何もせんでもそのキャッシュフローが入ってくるシステムを作ると、はい、今度こういう事業っていうか体と頭を使ってやる商売が今度逆に遊びに変わるんですよ、うん、別にこっちは儲けんでええよねみたいな、うん、だから要は、まあ、いわゆるこのチャンネルが儲けなくてもいいやと思ってる、遊んでますみたいな、その感覚でしょ、そうそう、逆遊んでますなんだけど、そこからまた遊びから情報を得て自分の事業だって自分の人生化に置きたいと思うんですね、ないな、うん、いやでもやっぱりね、キャッシュローをちゃんと生んでる人はみんな同じ思考を持ってますね、やっぱ不動産やってる人はみんなそういう考えしてますね、やっぱり、いや、なあ言い方悪いけど、今日もまっちゃんの嫌われ話するけど、俺別に何もせんでも寝とってもええかな、もうだって寝とってお金キャッシュ生まれるじゃないですか、そうだったら暇やから困るからいやいや、それをみんななりたいわけじゃない、俺も1日24時間寝とってもええぐらいねんけど、ちょっとボケてしまうからね、もうそれだけ資金売ってるから、もう資産運用ができちゃってるってことね。だからまあそれぐらいね、ほんとね、不動産っていうのはいいっすよ、うん。
だよね、そうだよね。やっぱりね、一番安定してますよ。やっぱり安定してたから不動産っていう人なんじゃ、心が豊かな人が多いなってのは思うよ、やっぱり。だから、まあ商業ビルみたいなテナント系は別としてない、やっぱり住居っているんですよ。はい、だってどんな時代になったら、どんな時代になったって住居っていうのは必要だから。俺だって今で二十歳の自分に言うんだったら、お前お金貯めてとりあえず不動産買えって言いますもん。どんな時代になったって雨風しのいでね、寝る場所とね、うん、おトイレも必要やし、シャワーも必要やし、ね、必要になるんだ。いや、さだってどんなに経費を削減した、家は削減できないじゃないですか。そういうことですよね。どんなに経費を抑えたとしても、家だけは唯一3万だろうが1万だろうが関係なく必要だから、住むところはな、住むところは絶対条件必要だから、そういう意味だともう不動産っていうのはもう王道だっていうことですよね。で、じゃあな、みんながみんなその、みんながじゃあ自分で家買うんかって言ったら、そうじゃない人もおるわけじゃないですか。あ、だってあの家なんて買ったら、だって家なんてまた不動産のあれじゃないですか。いや、そもそも借金してまで買いたくないとかな、すぐ引っ越しするから別に。そうね、そうね、借金して、あの2000万ぐらいの借金ある人間というか、僕らで住宅ローンだけで。あ、それぞれ違うわけでしょ。時代がどう変わろうが、住むところっていうのは、家賃払って住むところっていうのは必要なんですよ、一定で。そうね、そうね。うん、それは人口が減っていけやな、その全体的にどうなるんか、こうなるんかとあるけど、そら。うん、なそら、しぼんだり売ってやんだりするやろうけど、場所によっちゃな、これも分からんから、こんなもん実際問題、まあ実際分かんないし、逆にそのそれこそさっき言ってた差別化と同じだもんね。まあいや、あの東京都心とかな、首都圏はじゃあ永遠に大丈夫なんだと、不動産は高値で永遠にこの価格を保ち続けると、外人がもっと買ってくるから、もっと不動産上がるっていう話もあったりするわけやん、いろんな。まあまあまあ、でも地震一発来たら分からん話なんですよ、こんなもん。あ、そんなにダーンってね、地震やって、これはもう神様の分からん話なんですよ、そんなこと言ったって。うん、もうそこが言い出しきれないから、もう。まあ、それだったらもう、それが運命だなって受け入れるしかないからね、と思うもんね。うん、まあ、だから。ああ、それもまあ分散しておきやな、別にそんな大した話じゃないんでね。まあ愛ちゃんもちょっとな、最近は不動産のことちょっといろいろ、なんていうかな、聞いたり調べたりしてるやろうかな、俺が不動産のことばっかり言う。あと、あの最近やっぱり不動産の関係の人とお仕事することが妙に増えまして、やっぱりバッチャから学んでることをそのまま不動産の人でやったら話が合うんですよ、やっぱり。と話が合うじゃないですか。そうなると結局どうなるかっていうと、そのまま仕事になることって実際あって、だから俺4年間で不動産の人と今いろいろと仕事っていうような話をしてたりもするので、不思議ですよね。だからね、ある程度はやっぱりほら、知識的なもんとか自分が特に実践した知識なんていうのは、まあ、知識的なものがあるけど、また話噛み合わんでしょ、大体。絶対噛み合わない。要は結局僕が思ってる理想と相手が思ってる理想にミスマッチングが起こるんで、まあ、仕事もうまくいかない時あるんですよ。こっちがこう思ってるんだけど、向こうはこういう経験しかないから、経験値の差があるじゃないですか。もう経験値の差があるとどうなるかっていうと、まあ噛み合わないですよね。だからお前経験早く積めって思ってる。まあ通貨とかマネー的なもんも同じですよ、今、うん、例えばね、その給料が少ないからどうしようとか、給料が少ないから不満やとかな、いうマネーの捉え方してる人な、通貨の捉え方してる人と、俺みたいに通貨の仕組みみたいなものを分かってれば、銀行から引っ張ってきたらいいだけと思ってる人と違うわけですよ、価値が。価値かね、意味分かる言ってる、まあ、言ってれば分かります、それはすごく。だから月給30万円か40万円でもええんやけど、その月給が中が全てやと思い込んでるマネーと、ええかな、はい、銀行から1億持ってきたらええだけやと思ってる頭のマネーとは違うんですよ。いや、もうまっちゃんすごくそれ有益ですわ、話、うん、そういうことだと思います。ここを分かってんとどうしよう。いや、それ分かってない人も多いし、だから借金っていうのは怖くないし、お金がない、お金が本当に、まあそれ話聞いないので、とりあえず今日は終わりましょう。15分なんで、だからもう最後やけどな。はい、今日は俗っぽいの全開で言ったけど、いかしたね、1億貯まるまで待ってたらもう老人になってまうやろ、そうですね、だから銀行から持ってくるわけよ。はい、だから他人にお願いするでしょ。わかる、まあそんなもんで、自分では何もせえへん。OK です。ではそんな話なんですいませんけど、はい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。お願いします。はい、コメントさよなら。さよなら。